皆さんこんにちは、ももちあんです。さあ、本日はですね、上半期のドラゴンズを一気に振り返っていきたいと思います。私のね、個人的な、投手と野手の MVP も挙げたり、それからですね、上半期の私の現地試合、試合を見に行った試合ですね、の勝率とか思い出に残ってるシーンなんかを話せていけたらなと思います。さあ行ってみましょう。ももちあんのドラゴンズバラエティー。はい、まずですね、今年の、ドラゴンズチームの雰囲気がガラッと変わったなっていう感じはすごくありました。若手の台頭、これはねすごくありますね。それ本当に岡林選手、鵜飼選手、あと石川昂弥選手、高橋宏斗投手とかですね、彼らがすごくグッと上がってきてスタメンとかでも見れるようになったっていうのは、やっぱり目に見えて、あ、チームが変わったんだな、監督が変わったんだなって感じた瞬間でもありましたね。うん、あと、雰囲気変わるってなるとベンチキャプテンっていうのがありましたね。あのキャプテンにはここの C マークが入ってて、投手のキャプテンが大野雄大さんで、野手のキャプテンが大島洋平さんで、さらにベンチのキャプテン、声出しとかで盛り上げてくれるっていうのが山下綾嗣選手だったんですね。山下選手のこの、なんていうんですかね、ガイガイガイみたいな、あのベンチから聞こえてくる声っていうのは、あ、新しい風が吹いてる吹いてるっていうのは思いました選手のことだけじゃなくて、やっぱチーム状況も最初の時はホームランがすごい出てましたね。もちろん阿部選手、石川選手、鵜飼選手、この3人とかはもう飛ばしてましたし、ピッチャーにもホームランが出てましたね。勝野投手、いやー、そう、勝野投手ね、今ちょっとね、あの離脱はしてるんですけれども、いやー、勝野投手がホームラン打ってあのフォークボール投げ込めたらもう敵なしですよ。ドラゴンズの未来明るいなと思った瞬間でしたね。やっぱジエンゴはドラゴンズピッチャーエースの必須スキルですからね、川上健信さん今健信さんがうんって言ってくれたような気がします。ただ最近の話でいくと、ちょっと元気がなかったり、あと怪我人がねどうしても続出してるかなっていうのは否めないですね。ただリリーフめっちゃ強いリリーフ超強いと思いませんか。収録してるちょっと前は確かなんか防御率が、リリーフの防御率が1点台いかなかったみたいなのチロッと見たんですけど、そのくらい本当に完璧ですよね。今年ちょっと一番びっくりしたのは清水達也投手ですね。5年目は私と同い年の清水達也投手が台頭して、8回の男としてね、もうしっかり君臨してますけど、去年まで先発だったんですよ。それを配置転換して中継ぎに来させて、これでまたがっちりそれがハマってるんですね。誰の手腕だと思います？配置転換、誰の手腕だと思います？見えますか？77、はい、落合ヘッドのね、これは落合ヘッドが配置転換したと思うんです、と思うんですので確証は得てないんですけど、いやだからね、このリリーフ陣の鉄壁さはね、落ちないヘッド嬉しいと思いますよ。もう私も大きく拍手をもう送りたいですね。もちろん選手の方も素晴らしいし、落ちないヘッドも素晴らしいと思います。なんでもっともっと打線に元気が出て、リリーフも鉄壁さを増して、そしたらね、先発陣も勝ち星がつくと思うんです。私この人にはつけてあげたいっていう試合が何度もあったんで、そのところをね、ぜひこれから下半期でやっていただければなと思います。ドラバラ、はい、それではですね、今年の現地の試合、見に行った日の試合ですねの勝率とか、もろもろ印象に残ってるシーンとかを話させていただきたいなと思います。今年がですね、上半期17試合かな、これ勝率の方が5割8分8厘、うん、勝利の女神じゃ全然ないですねもう言うのやめます、勝利の女神とかたまにね、こうツイッターとかで投稿すると、
あんちゃん勝利の女神だねって言ってくださる方いらっしゃるんですけど、全然そんなことなかったですね。まあね、これちょっとしょうがない原因が一つあって、言い訳していいですか？言い訳タイムしますね。関東の試合よく見に行くんですよ。関東の試合よく見に行きます。で、確か巨人のカードはそんなになかったのかな。でね、まあ、神宮は結構行ってます。で、神宮とドラゴンズ今相性いいので、ちょっとわりかし、まあ、そこで耐えてるんですけど、横浜ですよ、横浜ね、ご飯美味しいですよ、横浜スタジアムは。だから行きたくなりますよ、行きますよ。バーン、ないんですよ。だからね、私がハマスタに行くのをやめたらもうちょっと勝率が良くなるかもしれないです。あー、でもなー、ご飯美味しいしな。4月2日のカープ戦で最後の最後にね、あの広島に追いつかれて、そこからね、栗林さんが登板して、でもそれをサヨナラがしたんですよ、岡林選手が。このサヨナラはね、いや、もう今季こんなに早くサヨナラ見れるんだっていうのも嬉しかったですね。泣いててもう目がうわーってなってるから、ビクトリー賞のこととか全然覚えてないですもん。それから、あー、はい、高橋宏斗投手のプロ初勝利、これね、神宮で見に行ったんですよ。だって、あのヤクルト打線をさ、6回3失点でしょ、すごいですよね。いやー、6回3失点をプロとね、初勝利でしっかりやれるってとんでもないですよ、やっぱり逸材ですよ。で、そのね、初勝利の瞬間を見れたっていうのがね、もうこれ多分私、子供ができたりね、これから先結婚しているおばあちゃんとかになっても言ってると思いますよ。私はね、高橋宏斗のね、あの初勝利見てるんだから、あのすごい三塁側のあそこの近いところで見てるんだからねって多分言うと思います。これは未来英語を語り継いでいくべき試合だったなと思います。ちなみに、まあ、多すぎて計算はしないんですけれども、私、柳投手が投げる試合に関しましてものすごく勝率が良くてですね、なんとその勝率は 100% でございまして、いつかな、私が大学1年生の時だから4年前から現地で柳投手の試合多分11試合くらい見てるんですけど、1回も負けてないんです。なので、これからは日曜日しっかりお休みをもらって、日曜日は必ずどこにいても柳くんの試合を見に行こうと思いますので、ぜひですね、ご覧になっている方でチケットをくださる方はこちらまでご連絡の方お願いします。日曜日のチケットお待ちしております。ね、満場一致じゃないですかね。奪三振能力とんでもないですよ。チャンネル登録お願いします。いいぞ、頑張れドラゴンズ、燃えよドラゴンズ。